ニュースを伝えします。敬愛する金正恩元帥が去年105年2016年の新年に際して各国の元首と党首に年賀状を送りました。年賀状を送ったのはロシア連邦大統領、中国共産党中央委員会総書記である中華人民共和国主席、キューバ共産党中央委員会第一書記でキューバ共和国国家評議会議長の閣僚評議会議長、ラオス人民民主共和国主席、モンゴル大統領、バングラデシュ人民共和国大統領、シリアラブ共和国大統領、パレスチナ国家大統領、タジキスタン共和国大統領、トルクメニスタン大統領、アルメニア共和国大統領、アゼルバイジャン共和国大統領、インドネシア共和国大統領、インド共和国大統領、ベトナム共産党中央委員会書記長、ベトナム社会主義共和国主席、クロアチア共和国大統領、サンマリノ共和国各執政、モンテネグロ大統領、ナイジェリア連邦共和国大統領、武力総司令官、ルワンダ共和国大統領、モザンビーク共和国大統領、サントメプリンシペ民主共和国大統領、セネガル共和国大統領、コンゴ共和国大統領、コンゴ民主共和国大統領、チュニジア共和国大統領、アルジェリア民主人民共和国大統領、アンゴラ共和国大統領、エジプトアラブ共和国大統領です。また国際キミルソン賞理事会、国際金正恩賞理事会書記長、キミルソン金正恩基金理事会共同理事長、チュチェ思想国際研究所理事長と事務局長、ロシア連邦沿海地方長官、ハバロフスク市長に年賀状を送りました。1月28日、太陽節及び光明星節記念南アフリカ人民委員会がガウテン州で発足しました。人民委員会は太陽節と光明星節に際して祖国と人民のために、世界の自主化のために全てを尽くした偉大なキム・イルソン主席とキム・ジョンウン総書記の聖なる革命的生涯と不滅の業績を称える記念の集い、討論会、講演会、映画会など多彩な政治文化の催しを行うことにしました。同じ日、ドイツ連邦共和国朝鮮民主主義人民共和国協会で光明星節記念準備委員会が発足しました。偉大な金正恩総書記の誕生記念日、光明星節に際してその業績についての討論会がバングラデシュとコロンビアで行われました。討論会には各界名士のほか市民多数が参加しました。発言した人たちは、金正恩総書記の卓越した導きのもと、朝鮮は政治思想強国、軍事強国に反帝自主引用の砦として名を馳せ、進歩的な人民の闘争を力強く励ましている、人類の自主引用に多大な貢献をした総書記が進歩的な人民の限りない警護を受け、偉大な戦軍の太陽として生き続けていると述べました。1月27日、太陽節及び光明星節記念コンゴ民主共和国準備委員会が偉大な金正恩総書記の誕生記念日、光明星節に際しての解放を出しました。解放は、朝鮮人民の偉大な指導者金正恩総書記の誕生74周年に際して、金正恩総書記の思想と業績は永遠に輝くだろうというタイトルのもと文を載せています。文は、金正恩総書記は朝鮮人民の幸せと世界の自主引用に多大な業績を成した一番の偉人だとし、今朝鮮革命は朝鮮の革命引用の偉大な継承者である敬愛する金正恩元帥が導いている、その正しい導きのもと朝鮮人民は金正恩総書記の遺訓を必ず実現するだろうと述べています。民族一番の祝日である光明星節に際して盛大に行われる第20回金正日課祭典のポスターが出ました。ポスターの中心に白い雪をいただいて高くそびえた正恩峰、北東山にある偉大な金正日総書記の生家と満開になった不滅の花金正日課が描かれています。上の部分には偉大な金正恩総書記が永遠に我々と共におられるというスローガンと光明星節という文字が祭典のマークと共に描かれています。
下の部分に第20回金正日課祭典という文字と祭典の場所、期間などが記されています。今日はここの金正総合大学で科学研究に力を入れています。敬愛する金正恩元帥の歴史的な新年の字に示された課題を実行するため、地質学部と情報技術研究所ではチョンチョン川海暖式発電所の統合生産システムをさらに完成するための研究を、生物産業研究所では畜産業の活性化のための肥育成長促進剤の開発に取り組むなど、大学の各学部研究所で現状から求められる科学技術上の難問解決に研究の焦点を合わせています。生物工学研究室の研究者たちは貯村の気候風土に合い、少ない肥料を施しながら収穫を高められる優良品種の稲の種を研究したのに基づいて、土壌条件が異なる各農場に適応させるための科学技術上の諸問題を解決するため励んでいます。アメリカが南朝鮮占領米軍基地に危険な細菌兵器であるペスト菌を搬入した犯罪行為が次々と明るみに出て衝撃を与えています。1月27日、南朝鮮のインターネットメディア民衆の声が公開したアメリカのある研究所の報告書によって、こうした事実が明らかにされました。反民族集団は昨年、炭疽菌搬入事件が起こるや北の炭疽菌攻撃対応のための正当防衛などといって庇護したばかりか、上司アメリカにアメリカが性化学戦システム完成のためのジュピター計画をさらに発展させるべきだという妄言を吐いて人々を驚愕させました。1月29日、国連のある特別報告官がソウルで記者会見を開き、南朝鮮の人権実態についての調査結果を発表しました。報告官は集会と寺院に関する弾圧、労働三権の制約など、南朝鮮当局の反人権行為を調査した結果、相対的に南朝鮮で近年集会と結社の自由が後退している、集会と結社の自由を抑えるのに使われる保安法の条項は廃止されるべきだと述べました。イギリス革命的マルクス・レーニン主義共産党のホームページに、チュチェの貯村の初の水素爆弾実験の完全な成功についての文が載りました。文は、貯村の水素爆弾の実験が帝国主義者の制度転覆政策から自分を守り、平和を維持するための合法的な措置だ。貯村半島の核問題が解決されるには、アメリカの貯村敵地政策の放棄と、南朝鮮からの米軍撤退、朝鮮民主主義人民共和国との平和協定の締結が必須だと述べました。ブラジル共産党中央委員会政治及び国際担当書記が朝米間の平和協定締結を求めて談話を発表しました。談話は、アメリカは南朝鮮を極東最大の核兵器庫、核全焼基地に変え、共和国に対する核先制攻撃を狙った戦争演習を頻繁に行っている。アメリカは朝鮮民主主義人民共和国の平和協定締結案に顔を背ける理由を明らかにしなければならないと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はチョ・ジョンギルでした。こちらは朝鮮の声放送です。労働新聞論評ダイジェスト、アメリカは直ちに政策転換の決断を下すべき、3日の論評からです。最近、ロシア連邦共産党中央委員会初期の国家会議国際問題委員会カラシュニコフ第一副委員長をはじめ、ロシアの政界言論会学会の研究所の12人のアナリストがテレビの対談に出演して、初の核兵器を作った国はアメリカであり、朝鮮を核兵器の保有へと導いたのも、また1950年代から朝鮮を脅かしてきた国も他ならぬアメリカだと指摘した。アメリカの国際関係雑誌ナショナルインタレスト、カナダ世界平和研究所のホームページ、中国の新聞環球時報、南朝鮮の新聞ハンギョレなども、アメリカは自分の誤った侵略政策が朝鮮を核保有国へと導いたことを認めるべきだ、
アメリカが朝鮮の核不拡散条約脱退と核開発について批評する資格はもちろん、世界共同体を朝鮮に対する制裁に発動させる名分も失った国だと強調した。朝鮮半島に核問題が生じたのは他ならぬアメリカの核兵器の保有と威嚇恐喝にその根源がある。1950年代の朝鮮戦争の時からアメリカは広島と長崎の惨禍を朝鮮半島で再現しようとの企みを公然化し、21世紀に入って共和国を核攻撃対象のリストに入れたのも他ならぬアメリカだ。そのため共和国はアメリカの核による威嚇恐喝に基づく侵略策動を核でもって終わらせるための第油断を下さざるを得なかった。アメリカ支配層は真実を否定し続けるのでなく、一日も早く朝鮮敵視政策を抜本から撤回する決断を下すべきだ。アメリカは直ちに政策転換の決断を下すべき。3日の論評からでした。